アンドロイドが搭載された中華カーナビが気になりますよね。そんな皆様のためにおすすめ中華アンドロイドカーナビをご紹介します。どうも、みろみろです。ちょっと待て。昔、このチャンネルでは中華アンドロイドカーナビ叩いたんだぞ。中華カーナビを叩いたんじゃないんですよ、一機種を叩いたんですよ。こいつ、手のひらを返しやがった。改めまして、みるみるです。ランランです。まあ、前に使用していた中華カーナビは良くなかったと思います。そうなのか？前に使用していた Gen1 のスペックと新型である Gen2 のスペックになります。同グレードなのに全体的にパワーアップしてるな。実は中華カーナビって結構な数モデルがあるんですよ。そうなのか？8等等しか知らないけどな。今回は8等等含めて5社の中から製品からご紹介したいと思います。中華カーナビってそんなにいっぱいメーカーがあるのか。とはいえ、全モデルを紹介するのは大変なので、スペックによる足切りラインを設けさせてもらいます。ラムは最低 3GB、OS は Android 10、そしてセルラーモデルですね。ただ個人的にはラム 4GB 以上欲しいと思います。そうなのか？ゲームしないならラム 3GB 程度で良くないか？ Amazon の Fire タブレットもラム 3GB だぞ。この手の中華カーナビってドライブレコーダーやら多機能で、バックグラウンドでの処理が思ってるより多そうなんですよね。ああなるほどな。ところで8等等の F7 シリーズみたいな Linux 系の安価で大画面のナビはどうなんだ？個人的にはなしですね。こういうのって手持ちのスマホと連携させ Android Auto や CarPlay を使うことが前提となります。なんで運転するときにわざわざ接続したりしなきゃいけないんですか？Android Auto って基本的に YouTube みたいなビデオ視聴は運転中できません。ラジオ感覚で音声のみで楽しめる動画も多いのにそれは微妙すぎます。まあ、ミラーリングすればいいんですが、もうそれってスマホで音流せばよくね？あとぶっちゃけ Android Auto や CarPlay が使いたいなら Android ベースのカーナビで使えますからね。熱いディスりだな。セルラーモデルって SIM カードが挿せるやつか。テザリングでネットに繋げばよくないか？個人的な意見としてやっぱりテザリングオンオフを毎回やるのはめんどくさいですよ。格安 SIM で有名なマイネオのパケット放題プラスを使えば、月額1300円程度で 1.5 メガの通信が使い放題ですからね。月額1300円程度なら全然ありだな。ということでおすすめ中華カーナビをご紹介していきます。まずは中華カーナビで有名な8等等からいきましょう。ちなみにすべての2022年4月11日時点の情報です。また、1ドル120円で計算しています。8等等からは3モデルご紹介します。まずは S8 Pro です。 10.1 インチサイズの大画面です。Amazon Japan での価格は 54,999 円です。続いて、S8 Ultra です。 7 インチなのが惜しいところですね。Amazon Japan での価格は 56,999 円です。そして最上位モデルで一番人気の S8 Ultra Plus です。お値段も最上位の 89,800 円となります。高すぎる。でもレビュー数を見ると S8 Ultra Plus が一番人気なんですよ。みんなお金持ってるなぁ。続いて、8等等の特徴をご紹介します。まず値段が他社と比べると高いですね。ただ、楽天市場に8等等公式ストアを出店するあたり日本へは本格的に進出していたりします。日本に本格的に進出しているのは嬉しいな。一部モデルは画面をタッチせずに操作できる、ジェスチャーコントロールの機能を搭載してるよ。今回紹介したやつだとプロは非対応なんだな。操作性が上がるリモコンが用意されていたり、マルチタップで画面の明るさを操作できたり、操作性が高いのが8等等の特徴だよ。高いのは伊達じゃないんだな。では次のメーカーに行きましょう。続いてはジョイングです。聞いたことないなぁ。マニアの間では熱いメーカーなんですよ。で、足切りラインを超えたモデルはいくつあるんだ？20以上です。おぉ、20超えたあたりからメーカーサイト見るのがめんどくなったので、特徴的なモデルをいくつかご紹介させてください。まずは最上位モデルの 13.3 インチモデルのこいつですね。ジョイングって機種名がないので紹介しづらいんですよね。画面がめっちゃでかいのが特徴なのか。画面が自動でロールします。すごくてくさ。アリエクスプレスにて日本円で 64,738 円で販売されています。続いては 11.6 インチのこちらですね。ラム 8GB ってここだけ見たら相当ハイスペックだな。続いてはこちらです。全く同じモデルじゃないか。いいえ、違いますよ。並べてみました。
よく見ると右上の二輪と一輪ってのが違うな。一輪なので古い自動車に取り付けたり、アンドロイドカーナビ2台搭載変態カーを作れたりします。アリエクスプレスでどちらも6万7000円程度で販売されています。あまり良いレビューもありませんが、一応面白いので紹介します。これは完全変態モデルですね。画面比16対6ディスプレイのモデルです。一輪しか行けない車で大きいディスプレイだとハザードボタン等に干渉する場合選ばれるモデルのようです。そこまでしてアンドロイドカーナビを取り付けたい変態向けですね。最後に 10.1 モデルからこいつをご紹介します。お、SOC がスナドラなのか。はい、スナップドラゴン625が搭載されています。ちょっと古すぎないか？さて、いろいろモデルを紹介してきましたが、ジョイングの特徴をご紹介します。まずモデル派生が多いところですね。二輪の 10.1 インチモデルだけでも9モデルありますからね。多すぎだろ。ラム、ロム、SOC 違いならわかりやすいですが、内蔵マイクモデル、外部マイクモデルなどしっかりとスペックシート見ないとわけがわかりません。また物理ボタンのないモデルがほとんどなので、ワイヤレスリモコンは必須オプションになるかと思います。さすがに音量調節とかは物理ボタンの方が操作しやすそうだからな。続いてはダサイタとパンプキンです。2メーカー一緒に紹介するのか。この2社は足切りラインを超えたモデルはありませんでした。では続いて。いや、なんか紹介したらどうだ。そうですねー。ダサイタは完全にホームページがやる気がありませんね。パンプキンは最新モデルがラム 2GB、ロム 32GB なので、こんなもん使い物になりませんよ。最後にご紹介するのがエクストロンズです。ご紹介したいモデルがこれ、なんと DVD-CD が読み込めます。エクストロンズ派光学ドライブを押しているようですね。ということで3社ご紹介しました。いかがでしたか？高いけど機能モリモリの A 等々、コストパフォーマンス高いジョイング、光学ドライブのエクストロンズって感じだな。中華カーナビ選びの参考になれば幸いです。